はい。こんばんはーと、としょっけでございます。ではですね、本日は、えっ、ー、と、直近でですね、えっ、ー、と、まあ、時価総額がね、そんなに大きくないんですけれども、まあ、1000億、2000億以下にし、の国になりますかね。で、ちょっとね、足型が気になってるところで、まあ、なおかつね、ちょっと、一名柄は、あのー、ちょっと直近の決算でね、 はじ初,初めて知ったと言いますか。あ、この目柄いいなと思ったところをね、紹介していきたいと思います。まずはね、澤イグループですよね。まあ、結論から言うと、今日ね、ここをちょっと超えてきたんですよ。っていうか、直近、結構むちゃんこ強いんですよね。今日この試合でね、逆効だがしてますから。で、個人的にはこのサ澤イグループ、むちゃんこ見てまして、 この辺りからね、ちょっと結構何回かは、はい、やり取りして、はい、まして、で、一旦まあね、ちょっとここで売っちゃってて、で、決算、またぎはせずですね、うん。で、また下がってきたところ買って、ここで売ってみたいな感じでやってたんですけれども、で、サワイグループ、あれなんですよ。 お世辞にもね、決算いいかという、そうでもなかったと思うんですけど、下がってむちゃくちゃ上がっていったんですよね。で、これなんか板が強かったので、適当にね、乗っちゃったらそのまま上がってラッキーと思ってて、で、こ、このあたりまで、ここを超えていったんですよね。まず75日超えていったんで、あ、超えていたと思って、で、まあ持ってたんですね。で、まあ、もう売って、で、持ってなかったんですけど、今日ね、 なんか強かったんですよね。200日超えるかなって、どうしようかなって思ってて、200日超えたところで入ったんですさらに伸びていって、お、これは強いのと思って。ちょっとね、ぜひ、ちょっとサバイグループ、うん、監視した方が良さそうです。で、ちょっと言ったんですけど、お世辞にもね、決算は、そんなにいいもんじゃないと思ってまして、えっ、ー、と、46。6 うん、まあ、13がそこになってっていうところで、見るんだったらね、まだは、まあ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 、納得はあるんですけれども、というところなんですけど。はい。まあ、それにしろね、あのー、上用もね、そうね、あのー、しっかりありますし、というところと。あとはですね、えー、っと、 ちょっとアイフィスの方に切り替えますけれども、まあ、進捗としたらね、まあ、いいんですよ。31%なんですけど、ただコンセンサス下回ってるんですよね。これどっちなんかほんとね、かぶってもう難しいなと思うんですけど、あのー、進捗上回ってるけど、進捗はかなりいいんですけど、コンセンサス下回ったら下がるパターンあるじゃないですか。 これ全く逆で、このパターンでどちらか下がるパターンだと思ってるんですけど、うん、なんかね、サワイグループ、あの、ま、しっかりと上がっていってまして、ま、もちろんね、嬉しいことには嬉しいんですけれども、というところで、はい、ございます。で、ま、何かね、カタリストあるかっていうと、サワイグループに、あんまりメディカル系ってね、本当に、 触りぐらいでしかちょっと見てないんで、詳しくは全然わからないんですけれども、まあ一つね、ネタとしてあるのは、まあ声かなとは思うんですよ。このシルチェスター、保有割合画像か。まあシルチェスターが持ってた、持ってるからって言って何かあるかっていうとそうでもないとは思うんですけど、まあなんかちょっとそういった思惑外で言われているのかなと思うんですよね。 で、まあ確かにね、その、メディカル関連としては PR 安いし、PBR も安いんですよね。うん。まあまあまあ、割りやすい時にあるからっていうところではね、はい。まあ十分評価はできるんじゃないかなとは思ってるんですけれども。まあね、まず1名柄目は、えっ、ー、と、4887の、えっ、ー、と、バイグループでございます。で、2名柄目はね、 あのー、これね、めちゃめちゃ綺麗なんですよね、チャートが。以前ももしかしたらどっか紹介したかもしれない、シンプレックスです。これ今日もね、逆高だかしてて、うん、強いし、今どっちかって結構会話なんですよね、うん。で、シンプレックスも、えー、っと、えー、っとですね、四季報のところでね、私見てちょっとシンプレックスいいなと思って買って、 出たんで、すよねでまあ、このあたりでちょっと高くなって売ってたら、まあ、見事に、ここはね、たまたま立ったんですよ。で、直近ね、ちょっとここ75日で反発するかどうか見てたんです。反発をしてたので、ちょっとね、エントリーをしてるんですけれども、ちょっと本当はね、200日まで下がるか待ってたんですけど、まあ、そうじゃなく。で、やっぱトレンドね、今、上昇トレンド継続中ですと。で、周がむちゃんこ綺麗なんですよ、これ。 ここもやばいが綺麗ですし。ま、突き足もね、こんな感じ。ちょっとね、ここが、あのー、お見苦しくなっている、いるんですけど。うん。まあ、でもね、トレンド的にはね、やっぱ上昇トレンドでありますんで、まあ、ゆっくりとね、行って欲しいなとは思ってるんですけれども。はい。まあ、ここはね、やっぱり、ま、プライムとはいえ、どちらってやっぱグロース的なところかなとは思ってます。で、 決算に関しては、まあ決算はね、あの、やっぱここ、悪くはないというか、まあ無難な感じに出してくるかなと。まあどっちかって、まあベイカレントとか、まあそういった感じに近いのかなっていうのはあるんですけれども、うん。まあね、でも y o u t u 倍率もね、あの0.5。で、剰余金もね、うん、ここからめっちゃ増や,増やしてるんで、うん。 まあ、こういったところね、問題ないかなとは思っておりますし。で、まあ、ちょっと今切り替えるとですね。えー、っと、まあ、直近の決算出しました。で、まあ、ね、トップラインの、ね、方もね、着実に増えています。で、営業利益の方も27.5%増と。まあね、やっぱり利益率のね、高さっていうのもいいですよね。18%あるというところ。 で、あと、ここはね、ここなんですよ。新規変調型なんですよね。うん。で、まあ、第一クォーターとしては十分ある。じゃあ、アイピスは、どうなのっていうところになりますとですね。えっ、ー、と、まあ、切り替えますと。まあ、進捗をね、19.5なんですよ。 だここがね、ほんとなんかコンセンサスって何なのっていうところなんですよね。だってこれってつぶらいフィールズ、コンセンサスむちゃんこクリアしてんのに進捗同じぐらいなのにバカ、バカすか打られてますから、そこがね、あの全く腑に落ちないところではあるんですけど、まあね、もう株の世界はほんと冷酷だなっていうのはね、身に染みましたね。うん。はい。で、 まあ、下期延長とはあるんですけれども、まあ、着実にね、コンセンサスは上回ってるし、まあ、前期のところもね、かなり上回ってきてるというところでございまして。まあ、次のね、第2コータ、中間決算のところどう出てくるかなんですけれども。はい。まあ、シンプレックスね、本当足型も綺麗ですし、うん。 個人的にね、かなり有料銘柄かなとは、はい、かなり思っております。まあ、なのでね、PBR もね、3.6倍というところも、はい、あるかなと思いますし、はい。まあ、なんか還元策出てくるかっていうところは、ちょっと考えにくいかなとは、はい、思ってはいるんですけれども、というところではあるんですけど、まあね、成長株として、うん、今後、まだまだね、あの、期待を持てる銘柄じゃないかなとは、思っております。まあ、もちろんね、DX、 ってところもありますし、あとはね、あれですよね、ここ。えー、っと、確か、あの、SBI とね、確か提携なんか業務定型がなんかしてるはずなんですよね、今ちょっと。えー、っと、今ちょっとすぐに探せないんですけれども、 あ,ありましたね。ちょっと今映します。で、シンプレックスと SBI。資本業務提携ですね。資本業務の方でした。うん。で、まあ、SBI グループと、まあ、やるというところでね。うん。まあ、こういったところも取り組みがあるんで。うんうんうん。まあ、着実にね、あの、売り上げは増えていくというところはありますよね。うん。 まあ、なのでね、ここは本当に気長に持てる銘柄かなとも思いますし、うん、下がっガとこれは拾えるところかなとは、はい、思っております。というところでございます。で、最後にね、ちょっとこれは、あの、おまけって言ったらあれなんですけれども、まあ、大変ね、失礼なところにはなるんです。ちょっと私がね、単純に知ってなかっただけなんですけど、あの、オロです。 で、これ、プライム上場だったんですよね。うん。全く知りませんでしたと、この会社。はい。で、やっぱ株主にもね、やっぱ外資が入ってたりとか、で、いいですし、ここね、何がいいかっていうと、まあ、見ていただいて多分わかるかなと思うんですけれども、えっと、 とまあ、ここは出てないか。ま、あのー、うん、パーセンテージで言ったですね。利益率はかなり高いんですよね。そこがすごいねこ、あの個人的にいいなとは思っております。で、まあ、トップラインもね、あの、救急で見ると伸びて、あ、えー、y 4 y で見るとね、伸びてきてますが、ま、救急で見たらね、ちょっと、 下がって、下がるって言うとあるかもしれないですけど。まあ、もしここもね、多分その、予算の関係で、季節変動あるかなってところはね、考えられるかなとあ、あるんですけれども。うん。まあね、ただ非常にね、あの、営業利益も高いし、進捗も、あの、かなり、あの、あるかなとは思っておりますと。うん。 で、まあ、今日もね、逆効高度化して上がっていったんで、まあ、これね、結構強いかなと思います。で、やっぱ書いてますよね。営業利益、前年同期の30.7、34.6。いいっすよね。やっぱ営業利益率高いのは、やっぱいいんですよ。で、ここね、あのー、決算説明でも、まあ、こうい業績ハイライトのところなんですけどね。まあ、営業利益25.6%増いいですよね。これかなり。うん。DX のところもね、着実に伸ばしてきてると。 で、個人的にちょっと、あの、すいません、ちょっとザーって今言ってはいるんですけれども、まあね、細かく見たい方はぜひね、ちょっと個別に見ていただければ、なとは思ってはいるんですけれども、どこだったかな。ちょっと準備不足で大変申し訳ございませんと。ここですね、うん。あの、 サブスクの方にね、ちょっと切り替えていってるんですよね。で、なおかつ実質値上げみたいなところなんですよ。今まで買い取り型契約って、まあ、ライセンス保守料、結構この契約が終わったらね、ライセンス保守料だけになって、まあ、毎月のね、ところの売り上げがどんどん減ってきているんですけど、今はね、もうライセンスになってるんで、 だから、ここの、どこかのタイミングからですね、この売り上げになってくる。で、まあ、ここですよね20。2022年12月31日までに買取契約の方はそのままなんですけど。まあ、なのでこういったところの、あの、売り上げがどん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 今後乗ってくるというところではあるんですけれども、じゃあ、解約率どうかっていうと、 火薬率もね、あの確か1%切ってるんですよ。えー、っと、うん。ここですね。うん。まあ、なんでね、ほぼほぼ気にするところじゃないかなと思いますし。はい。うん、ここですね。 ま、今後、ここの売り上げどん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 乗ってくると、うん。まあ、かなりね、ここの業績も伸びてくるんじゃないかなと思っております。はい。で、まあ、あとね、じゃあチャートどうなのっていうと、まあ、これ全くノーマークだったんで、全然見てなかったんですけど、いや、結構ね、私好きな感じのね、チャートなんですよね。うん。で、まあ、これもね、ちょっと今下がってきてて、まあ、かなりいい位置まで落ちてきましたと。 やっぱここっすよね。うん。この安値のところ。で、ただね、今直近ボリバンの、西グマのとこ行ってるんで、一旦若干ちょっとね、200日タッチもあるんで、戻ってくるかなって印象もあるんですけど、まあ、ここからまたらグインって行くんじゃないかなとは、はい。思いますよね。はい。で、まあ、最後にね、あの、アイピスの、 えっと、進捗ここ12月決算で中間決算終わりましたと。で、会社予想に対しての進捗はね、52.1%でございます。というところですね。で、ここもどうなんだろうな。全くノーマークで見てなかったんですけれども、やっぱり、あのー、第4クォーターで結構伸びてくる。うん。 あ、でもそうでもないですね。うん。まあ、このままでいけば多分コンセンサスのところは、うん。クリアになってくるとは思うんですけれども、ただね、これ、さっきのところの契約の見直しのところここが、やっぱり、あのー、 伸びてくると、まあ、かなりね、うん、来金のところ、期待持てるんちゃうかなとは思ってまして、はい。で、なおかつね、まあここ、ここも DX。ここも DX と、あとは、あのー、マーケティング支援。で、なおかつアジアにもね、進出してるんですよね、オロって。 こんなね、私いい銘柄全然知らなかったっていうか、ノーマークだったんですよね。うん。ちょっと悔やまれるなっていうのはあるんですけど。まあなのでね、だからこそ逆に結構今いい位置にいるんで、はい。ちょっとここはね、もう脱身で入ってダメならダメで損切り、損切るしというところではあるんですけど、まあ結構いい位置にいるんでね、ちょっと紹介させていただきました。というわけでね、ちょっとね、なかなか今動画更新できてないんですけれども、はい。 まあ、ぜひね、あの、この3銘柄チェックしていただければと思います。はい。個人的にはね、今結構買いタイミングではあるんですけど、試合が試合なんでね、なかなかね、ちょっと流行りにくいですよね。で、これ他のね、よく方もね、流してはいるんですけれども、まあ、これですよね。フィーアンドグリーのインデックス。結構ね、下がってきてるんですよね、今。うん。 まあなんでね、エクストリームフィアまでね、行ってほしいんだけど、そうなってくるとね、ちょっと株価も下がっていくんですけれども。うん。まあ今このあたり。まあなんでね、ちょうど日本株爆上げになった時もね、なんかこのあたりかなっていうのもあったんですよね。うん。うん。まあだから今ちょうどそのくらいのところまで来たかなと思って、はい。 まあ、逆の発想でいくしかないのかなともありますよね。はい。というわけで以上になります。